孫森は、闘神の歴史家、政治家。字は暗黒。大元軍中都県の人。三国時代の義の重臣である孫氏のヤシ子、ゴ。曹祖父は、孫博士。祖父は、精神に仕えた孫諏訪へ。父は、孫仁。子は、孫仙、孫っぱなし。孫は孫兵。曾孫,孫は孫皇。神女に、捨てがある。闘神に仕え、助、て、観らの下で活躍した。 また、三国志の中に惹かれた、義春銃や、新世秋など、歴史家として、多くの著作を残した。精神末期、父の孫紀氏は、栄戦軍大使を務めていたが、戦乱に巻き込まれ、俗に害された。孫森は10歳の頃、戦乱を避け、北方から長江を渡り、江南に避難したという。成長すると、博学で前言出利を飽きまえているという評判を、 取るようになった。当心に助著作郎として士官した。家が貧しく、親が年老いていたため、食いぶを求めて、竜明兼令となった。慶古に終始氏の当官に三軍として取り立てられ、後任に助が赴任すると、引き続きその三軍として仕えた。助が、正々将軍となると、柴を兼任し、引き続き三軍を務めた。 ちょうど上昇王道が失勢していた時代であったが、南蛮行為の当初が残言をしたため、スケと王道は、お互いに、疑心暗鬼となったことがあった。この時、孫森がスケを説得したため、スケは王道への不信を収めることができた。スケに代わり翼が赴任すると、孫森は、安在四揮三軍に任命されたが、後に定常制になった。翼に代わり、カ音が赴任すると、孫森は、 三軍の職に留められ、関恩の聖官征罰に従軍した。関恩は自ら敬兵を率いて、聖官に信仰し、孫森が市長を担当し、他の進化と協力して、賊を敗走させた。聖官を滅ぼすと、功績で安懐健康に封じられた。なお、生徒に入った時、職官の劉備の末裔の劉玄と対面している。関恩に従ったまま十字中郎となり、 勘中に入って、落葉にまで到達した。借位は、後政健康までになり、調査軍大使に任命された。孫森は若い頃貧乏で苦労したため、出世すると離職に励んで私腹を肥やすようになったが、勘音は黙認して、罪には問わなかった。その後もだんだんと出世し、秘書官までなり、休時中を加えられるようになった。年代は不明だが、数え72歳で死去した。 歴史家としても知られ、義士、春秋二十巻、新陽秋三十二巻、食欲、移動雑語などを表した。新世秋執筆時のエピソードとして、時の権力者で恩人でもあるカモンの北伐失敗を実記書し、彼やその圧力を恐れた孫森の息子の書き直しの要求を拒み通し、抵抗できなくなると、カモの敵であった前縁の母養春に自分の著作を送り、 結果として、孫森の文章は守られたという。廃章氏が三国志の注をつけた際、孫森の著書は異文を多く集め、人物評論に顕筆を振るっていることから頻繁に引用されている。廃章氏は、孫森や、周の見場は移動を探し求めて、漏洩なしと称賛している。ただしその内容については、賛否両論にあり、例えば司書の人物の発言を、 左伝などからの点呼で殉職する傾向がある点を、廃章紙から批判されている。ありがとうございます。